最近ね、はいはい、ちょっと前ですけど、うん、テレビ見ててちょっと気になったことあってね。ああなるほど、はいはい、そうそう。でなんかね、うん、マッチョカフェっていうのが、マッチョカフェ、マッチョカフェっていうのがね、うん、中野にオープンしたっていうので、うん、まあちょっと期間限定みたいだったらしいんだけど、そんなカフェが、まあそういう特集をねちょっとニュースでやってて、うん、まあちょっと気になるじゃないですか。それは見てたら、うん、まあなんかこのマッチョの店員が接客するっていうようなね、うん、あもう、まあ、いわばもうそのメイドカフェとかのメイドカフェのマッチョ版、うん、で、うん、これがびっくりすることに、うん、長蛇の列ができてるぐらい、まあなんか、まあ、そうか。でまあその客の9割は女性で、うん、まあそりゃそうやろうな、うん、それいや男のマッチョの店員ってことやろ。もう男のマッチョの店員で、そう、ケインコスギみたいな。またこれがね、うん、マッチョブームらしいね。ちょっと聞くところによると今マッチョブームなの。そうなんだ、あらしいね。でだからやっぱこう聞きつけた人がこう、うん、客で来てるんだけど、はいはいはい、ですごい賑わっての店員、あまあ ね、 ねなるほどね、需要があんねん。そう、その中 の、 あの紹介とかしてんだけど、うんうん、それでなんか一つ大きな目玉というかね、うん、その店の企画として肉の壁っていうのがある。肉の壁、肉の壁っていう、うんうん、ちょっとなんかねメニューに書いてあって、メニューでこれがまあ3000円っていうお金取るんだけど、ちょっと高いよ。さカフェで3000円で何するかというと、そのまあカフェってね、そんな広いカフェじゃないで、普通のカフェみたいな感じの中で、うんうん、マッチョがうようよいる感じ。あなるほどね、店員がね、うん、でちょっと多すぎぐらい8人ぐらいいるんだけど、あちょっとそのシフト多め、ね、込み合ってる感じだ、そうそう。でそのマッチョが、うん、真ん中にその例えば女性がね一人でやるとしたら、うん、マッチョがその女性を囲むわけ、はあはあ、7、8人のマッチョ、あなるほどな、そう、うんうん、囲んで、それで、うん、ポーズ取りながらその周りを回るっていうやつなの。それがこれが肉の壁で3000円、まあ、これが超目玉っていうことでやってる。その映像がバッと流れるんだけど、もう見るオンリーだな。そう、うわーってこうもう興奮してるわけ女も。まあそりゃそうやな、嬉しいんだね、その至近距離でマッチョを見れるみたいな、はい、回ってくれるしね。で、まあ、それが終わってその女性に、まあ、インタビューというかね、どこでしたかみたいな、はいはい、いやすごい興奮しましたみたいな感じなんやけど、もう汗びっしょりなの、汗だくなわけ。女が見ただけで、うん、何それ。そしたらそうな、ちょっと汗かかれてますけど言ったら、はいはい、その女が言ってんやけど、うん、あのマッチョは風を通さないって言っただからもう熱気がすごいみたいでね、まあ、そこちょこっとクスッと俺なんか笑うんだけど、はいはい、まあ、なんか面白いななんて思って見てるわけよ。まあ、そほんなら、まあ、それだけじゃなくて、うん、普通のカフェだからあの食べ物とか飲み物があるみたいで、うん、で何品か紹介してんだけ ど、 な、 るほど、ね、なんかねマッチョ一番絞りみたいな、うん、あ生ビールもあって、まあちょっと、まあね、ちょっとまあまあマッチョカフェ商品なんかメニューの名前もちょっとマッチョこじらしてな、こじらしてというか絡めながらね、はい、名前に、はい、マッチョ一番絞りで、うん、マッチョが店員が持ってきてついてくれるわけよ。おいいやんか。そうなるほどな。それでそれだけで終わらず、そのカンカンを目の前で潰すっていう。うわーなるほど、マッチョやから。でそうめちゃくちゃこうちっちゃくして、あなるほど、でそういう時の筋肉の筋を見て、ここわーみたいな、こうあなるほど、一つ一つあるわけ。結構きめ細かいね、それがね、見せどころが、うん、そう、で、またなんか、うん、マッチョゲティみたいな、うん、まあ、普通のそれは スパゲティなんですけど何や、何やねんそれ、まあ、でも全部いろいろあってて、マッチョゲティで、そんぐらいでなんか、テレビは終わったから、うん、ちょっとでも気になるぞと思って、うん、俺インターネットで調べたわけよ、うん、だからホームページがあって出てきて、あなるほど、ね、ほんならメニューとだったら、うん、その紹介したもの以外にもいっぱいこうまだまだあって、なるほど、そう、うん、そしたらそうやって一番絞りとかやったら、うん、マッチョ一番絞りやったらその下に、うんうん、説明書きが書いてたりするわけよ。優しいね。で、まあ、潰してくれますっていうのが解説が書いてる。で、他にも面白かったのが、パンデマッチョ。パンデマッチョ。うん。パンか。パンだね。あ、正解か。で、パンでジャムパンなんだけど、ジャムパン。パンとジャムをこう別々持ってくるわけよ。おうおう。で、ジャムの缶をマッチョが開けてあげるっていう。あれ硬いから硬いからなるほど。でその解説書きには見せどころやマッチョ、そう、当店のジャム缶は蓋が相当硬くなっております、なるほど、それをマッチョが開けて差し上げますみたいな。それはすごいね。で読んでてめちゃくちゃ面白くなってきてそう、で筋細胞プルプルプッチンプディングっていうのもあるんですプッチンプディング、そう、おそれはだからプリンを、プッチンプリンを、おそのマッチョが、マッチョがまさか、まあ、さらにもう乗ってあるんやけど、あもう乗ってんの、おこれを、マッチョがね、この 手首とかにね、重りをつけて、うん、負荷かけて、
それでこのプリンのプルンっていうのをそのマッチョの筋肉と合わせて、あーなるほどね、それを楽しむみたいな、プルンプルンを楽しむだけなんやね。そうそうそう、あーなるほど、これプッチをやるとかじゃなくて、あそうなんや、なるほど、そうめちゃくちゃそういうの解説で書いてあって、あなるほどね。でそしたらなんかね、うん、ドリンクの方が最後あって、うんうん、ドリンクコーナーね、うん、でプロテインあまあマッチョね、うん、マッチョやからな。でマッチョがこうシェーカーしてくれますみたいな。ああなるほど、あーすげえな、はい、でそれ映像で見てないけどなんとなく想像つくけど、まあ、想像つくわな、面白そうやな、ね、それでプロテインがなんか2個ぐらい続いて、うん、ほんだらなんか、うん、赤マッチョってあって、赤マッチョ、うん、赤なんやそれ、俗に言う赤ワインですとかで俗に言う赤ワイン、うん、で次白マッチョ、うん、まあ白ワインか、俗に言う白ワインって書いてある、うんうん、でこれが最後なんやけど、うん、最後、うん、コーヒーって書いてある、あーえーって思うよ、あそうやな、で解説見るやん、あーコーヒーですって書いてある、やっぱりそうなんや、思いつかん、いや嘘やろと思って最後赤マッチョ、あんだけ強引に言っといてコーヒーだけはなんか黒マッチョでもええわけやね、そうやな、黒マッチョとかな、カフェマッチョ豆マッチョでも何でもいいわけじゃないですか豆マッチョはおかしいけどな、そこね、コーヒーコーヒーです、いや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 と思って、そりゃそうやな、うん、これでもどっちが悪い、でもあっちが悪いわけにも、でも、まあまあね、俺なんやこれと思って変な感じになって、まあ、まあもやもやするね、そうでそれの料金が500円や、うん、ああまあ普通の、ね、マッチョ一番絞りと同じ金額っていうね、コーヒーが、そう、あまあビールや、逆になんか怪しい、俺頼みたくなったなっていう話で、あーなるほどね、うん、まあ行ってみたいな、いやそう面白かったなと思って、うん、なるほどね、うん、町山君的にはどうですか、うん、丸山やお前誰が町山やねお前マッチョでもないしお前、うん、話はえ、うん、誰がマッチョ山や、丸山や言ってんのお前、グリーンマチョンの、うん、マチョ山グリーンマンションよ、グリーンマンションですか、グリーンマチョンやとお前もグリーンマチョンやんけそうですね、うん、こうやろ、もうええわ